皆様、こんにちは。イタリアの高速振り子電車、銀様と、ドイツの振り子式高速車両、ICE です。二人揃って。え?銀ちゃん、打ち合わせにないこと言うの、やめよう、ごめん。では改めて、こんにちは。私とティーちゃんは、イギリス南部の港町、ポーツマスを訪れています。ここには、世界で唯一の海上交通、ホバークラフトの航路があるからです。前回は、そもそも、ホバークラフトとは、どういう乗り物なのか、通常の船と、どう違うのかをお話しさせていただきました。今回はいよいよ、実際に搭乗してみて、海上を空気で浮いて進む乗り物の、乗り心地を試してみます。目指すのは、ポーツマスのすぐ南にある島、ワイト島です。この島は、面積が、380平方キロメートル。鹿児島の、種子島よりも少し小さく、長崎の、福江島よりも大きい広さです。イギリス本土、ブリテン島の南岸に、ほぼ接するように位置し、船で簡単に渡ることができます。19世紀に君臨していた、ビクトリア女王は、自然豊かで静かなこの島を、大変愛し、夏の避暑地として、そして晩年を、ここで過ごしました。伝統ある、イギリス王室の離宮があるかと思えば、毎年、6月の夏至近くになると、大規模な、野外ロックフェスティバルが開催されます。さらには、恐竜の化石が多く発掘されるなど、芸術、文化、歴史を兼ね備えた島なのです。おまけに、夏休みシーズンには、主にイギリス本土から、多くの観光客が、レジャーに訪れます。ところがこの島は、本土との間に、トンネルや橋がありません。船で海を渡るしか、方法がないんです。そんなワイト島に、私たちはこれから、この海で最速の船舶、ホバークラフトで訪れます。あ、そうそう。ホバークラフトは、厳密に言えば、航空機に分類される乗り物なんですってね。でもややこしいので、私たちは便宜上、船、と言ったりします。ご了承ください。ポーツマスとワイト島を結ぶホバークラフトの運航会社はホバートラベル社といい、現在3隻の機体を保有しています。主力は2016年に製造されたソレントフライヤーとアイランドフライヤーの2隻です。軽量化と低騒音化が図られ、バリアフリー設備も装備、ベビーカーや車椅子を折りたたむことなく船内へ持ち込むことができます。乗り降りする場所は、一般的な、側面ではなく、船の正面に設けられています。最前方にある、操縦室を挟んで、入り口が左右2箇所あり、向かって左側が、スロープ付き、右側が、階段です。ホバークラフトの乗り場があるのは、本土のポーツマスと、ワイト島の2箇所。機体は共に、浜に乗り上げた状態で停泊しています。乗り場のお客さんは、発着場の横にある、小さな建物で待機。時間になり、案内があると、地上を歩いて乗り込みます。ポーツマスを発着するホバークラフトは、朝6時から、夜20時まで運航されています。旅客需要の増える、春から夏の終わりにかけては、常に、1時間に2本ずつ運航。冬でも、朝夕の時間帯は、1時間に2本。日中も、1時間に1本ずつ走るようです。さらに、前述した、音楽フェスティバルが開催される日は、臨時便が設定されます。最終便の時間が延長され、深夜0時半まで、30分おきに、本土と島を結びます。チケットは、片道、当日往復、90日以内有効の往復券などがあります。今回僕たちは、事前予約なしに発着場に行き、当日往復のチケットを、カウンターで申し込みました。1便あたりに乗船できる人数の上限がある関係で、チケットを購入する際に、あらかじめ乗船時刻を決める必要があります。けれども、座席の空きがあれば、指定した時間以外でも乗ることができるようです。実際、前の便に2席の空きがあったので、僕と銀ちゃんは予定より1本早い船に搭乗できました。なんて話をしていたら、待合室の外では、私たちがこれから乗るホバークラフトが、ワイト島から到着。お客さんと荷物を下ろしたら、すぐに、折り返し出発となります。早速、乗り込みましょう。
ホバークラフトのチケットには、時間の指定はありますが、座席は全席自由席です。船内は、日本の通路が通され、窓側に2席、そして中央部分に、4席が配置される構造でした。シートピッチは狭めですけれど、10分程度の航海なら、全然問題ないスペースです。客席頭上は、電車や高速バスと違い、棚がありません。足元や、膝の上に乗らない、大きな荷物は、客室前方に置いておくようです。このホバークラフトは、定員が、78席。もの珍しさから、乗る前に、記念写真を撮る人はいたものの、皆さん順序よく船内に収まり、5分程度で、出発準備が完了しました。それではここから、実況形式で、出発の様子をお伝えしていきます。前方のドアが閉められ、出発できる段階になると、操縦室上の、レーダーが回転を始めます。地上スタッフが、周囲の安全を確認し、パイロットに OK サインを送ると、警笛で返事をして、エンジンを始動。空気を閉じ込める、ゴムスカートが膨らみ、後部の推進用プロペラも回り出します。今にも動きそうですが、この段階ではまだ、客室底面が、地面に着地をしている状態で、機体は浮上をしていません。エンジンの音が、ひときわ高くなると同時に、白い客室部分が、一段高く持ち上がりました。ここで初めて、機体が、空気の力で、宙に浮いた状態になります。地面との摩擦がなくなったこと、それから、停泊場所が、海に向かって傾斜している関係で、自然に機体が、動き出しました。それとともに、船首を180度方向転換させながら、浜を滑り降りていきます。そして最後に、操縦室が、海を向いたら、ワイト島に向かって、直線上に進んでいくのです。この動きは、車で言えば、バックスピン、ですな。機体が浮いた瞬間を、船内から見ると、こんな感じです。海を渡り始めると、客室前方のモニターでは、非常用設備と、救命胴衣についての説明が、流れ出しました。この案内、飛行機ですと、離陸前に説明されますが、ホバークラフトは、航海中に流すんですね。この船は、出発直後から加速を始め、すぐに、最高速度、35ノット、時速62キロで、海上を進みます。本来の最高性能は、40ノット、時速72キロまで出せるそうです。ですが、機体にブレーキがついていませんし、航路が短いので、通常の航海では、30ノットちょっとしか、スピードを上げないのだとか、乗り心地は、何と言ったらいいのか、意外と、硬くない？やっぱり銀ちゃんもそう思う？ホバークラフトは、弾力性のある空気で、完全に船体が、宙に浮く仕組みです。地形に左右されず、あらゆる衝撃が吸収された、快適な乗り心地なのかと思いきや、硬く、ゴツゴツしていて、時折、下から、突き上げられるような動きまで感じました。今日はお天気が良く、波はうねりもなく穏やかですが、意外な点でした。おそらく、スカートと、海面との隙間から漏れ出る、空気の状態に左右されているんじゃないかと思います。それから、予想できていたことでしたけど、残念ながら、眺めがあまり良くありません。現在、イギリスで活躍するホバークラフトは、客室の左右に、それぞれ4枚ずつ窓があります。ところが、最前方の窓は、すぐ横に、救命いかだを搭載。そして、中央と後部は、ゴムスカートから漏れる空気が、海面の水を勢いよく吹き飛ばし、カーテンのような状態を作り出すので、どの場所も、眺めが遮られてしまうのです。おまけに、周囲に撒き散らされる水は、塩分を含んでいますから、塩がガラスに張り付き、さらに眺めを悪化させていました。まあそれでも、高速で移動していることは、十分感じられます。現在は、高速フェリーや、高速船でも、ホバークラフト並みの速度を出すことが可能になりました。けれどもこちらは、視点がとても低く、海が近いので、スピード感があるんですよ。ホバークラフトは、長い間、動力源に、ガスタービンエンジンを用いていました。軽量かつコンパクト。
さらに、馬力があるので、最も効率的な動力と考えられていたからです。エンジン本体は、回転運動しかしないので、振動が少ない特性もありました。しかしその反面、燃料消費や、騒音が大きく、始動に時間がかかるという欠点もあります。距離がある程度長い場所なら、エンジンの始動が遅くても、後の高速航行で、時間のロスを取り戻すことができますが、距離が短い航路では、せっかくの高速性能が、無駄になってしまいます。そこで、この路線で活躍するホバークラフトには、ディーゼルエンジンが採用されました。ガスタービンエンジンに比べて、振動はありますが、燃費が良く、素早い始動と停止が可能です。時間帯によっては、1時間に2本運行し、発進と停止を頻繁に繰り返す、ポーツマス航路では、こちらのエンジンが有利なのでした。加えて、今まで用いてきた、ガスタービンエンジンより、騒音も、かなり抑えられているそうです。などと、一つ二つ、短いお話をしている間に、前方には、ワイト島が迫ってきました。機体は、少しずつ速度を落としながら、浜辺に接近。そのままスロープを使って、陸の上に乗り上げます。上陸後、すぐに降りられるのかと思ったら、停止位置の微調整で、何度か展開をしていました。外では、地上スタックが、操縦室の前で、誘導をしていたはずです。これは、船でいう、接岸作業ですね。しばらくして、エンジンの音が静かになると同時に、船体が降下。床から、かすかに衝撃を感じたら、停泊作業は終了です。エンジンが停止すると、手早くドアが開かれました。それにしても、水の上を走る乗り物が、直接陸に乗り上げて止まるなんて、めったにない体験です。ホバークラフト以外ですと、水陸両用車ぐらいでしょうか。あれなんかは、一般人が、まず乗れるものではな。あ、そんなこともないか。ユクリンチの地元の港で、バスが走ってたね。あの観光バス、ロンドンでもあるみたいだよ。というわけで、世界で唯一の、ホバークラフトの旅は、たったの10分で終わってしまいました。この乗り物は、1960年代から、次世代の水上輸送手段として、各国で注目を浴び、次々に採用されました。けれど、実際に使用してみたところ、速力と引き換えに、燃費や騒音が悪かったこと、それに、高額な消耗品など、特殊内事費が主にとなり、世代交代をすることなく、各地で衰退してしまいます。軍用や沿岸警備隊では、まだまだ活躍していますが、今や、旅客用のホバークラフトは、イギリス南部で、一路線が残るのみになりました。ところがこの路線だけは、2016年に、2隻が新規に建造され、日常の輸送手段として、今も使われ続けています。決して、盛況と言える状態ではありませんけれど、なぜイギリスでは、ホバークラフトが生き残ったのでしょうか。それは、港の周りをしばらく見てみると、答えが浮かんできます。実は、ワイト島、そしてポーツマスの海は、潮の満ち引きが大きい場所なんです。到着した直後には、船のすぐ後ろまで迫っていた、波打ち際は、ほんの数時間で大きく後退します。加えて、ここの地形は、沖まで浅瀬が広がる、遠浅の海岸です。お昼には、青い海だった場所が、午後3時には、泥の地面に様変わりしている、なんてことが、珍しくありません。このような海岸には、岸に近い場所に、船の乗り場を設置できません。潮が大きく引いた時に、船底が泥に埋まってしまうからです。ですから、一般船舶の乗り場は、浜から沖へ、何百メートルも橋を伸ばした先端に設けられました。ここには、自動車も搭載する、通常のカーフェリーに加えて、旅客船用の、高速船も発着します。この高速船は、ホバークラフトと違い、船底が常に水中にある、一般的な構造です。したがって、岸まで近づくことができず、離れた場所にある、沖の発着場所を使わざるを得ないのです。対して、ホバークラフトは、機体が完全に、地上、水面から浮いて走ります。水の上はもとより、沼地でも進める特性がありますから、干潮時の、柔らかい泥が露出する場所でも、平気で航行可能です。それに、ポーツマスの発着場所が、混雑の少ない湾の外側にありますから、出発直後から、最高速度で走ることもできます。
この高速性能と機動性が着目され、ホワイト島からの急患輸送でも使用される場合があるそうです。イギリスのホバークラフトは、こうした他の港、海にはない特殊な地理的条件があることから、各国で廃止が進む中でも生き残ってきたのでした。桟橋の話題が出たところで、こちらの船着き場にも少し注目してみましょう。一般の船が発着する桟橋は、ホバークラフト乗り場の背後から沖へ長く続いています。日本のものと比べると、柱がかなり細く、華奢に見えてしまいます。でも、イギリスは、地震や台風などがないので、この太さで十分なようです。浜から、桟橋の先端までの距離は、およそ600メートル。徒歩で渡れる、歩道と、本土から運ばれてきた車が走る、道路が渡され、その隣には、鉄道も通されています。あれ?桟橋を走る鉄道って、どっかで見たような。ポーツマスの北西、23キロの場所にある町、ハイスの桟橋鉄道だね。二つの町は、長い桟橋があり、そこに鉄道が走っている点が同じです。岸から船着き場までの距離が、600メートルなところも、ホワイト島のフェリー乗り場と、似通っています。けれど、ハイスとホワイト島は、車両から路線まで、鉄道の形態が、大きく違います。まず特徴として、ここホワイト島は、土地が広く、観光の需要が高いことが挙げられます。桟橋には、1時間に1本以上の頻度で、本土島を結ぶ船が発着し、多くの乗船客が乗り降りします。その乗客を運ぶために、車両は、ハイスと比べて、大型のものが採用されました。ホワイト島を走る鉄道の、線路の幅は、新幹線と同じ、標準規、1435ミリです。それから、路線の規模も違います。ハイスの桟橋鉄道は、船着き場のある、桟橋の先端と、町の入り口の、2点を結ぶだけの、シンプルな直線ルートでした。それに対して、ホワイト島の鉄道は、13.7 キロの路線が敷かれています。北の出発点は、フェリーの発着場から始まり、そのまま、島の東部を縦断していくんです。駅の数は、合計8カ所。島に上陸して最初の駅は、ホバークラフト乗り場の、すぐ横にあります。こちらは、途中にカーブや勾配があれば、トンネルも現れる、本格的な鉄道です。そこを走るのは、屋根が丸い、かまぼこ型の断面が特徴の電車です。この車両は、もともと、ロンドンの地下鉄で活躍していた電車でした。地下鉄時代は、1938ストック、という形式だったそうです。中途半端な4桁の数字は、製造された年を表します。つまり、第二次世界大戦が始まる前の年。1938年から走り始めた、とても古い車両なんです。ロンドン地下鉄の電車としては、戦中、戦後も走り続け、1977年から徐々に引退、88年に最後の編成が退役しました。しかし、一部の車両は、次の活躍の場が与えられます。それが、ホワイト島内の、鉄道路線でした。彼らが、ロンドンの地下鉄を引退した、翌年の、1989年と、90年。ホワイト島に、19両の戦闘車が運び込まれ、島を走る、小さな電車として、第二の人生を歩み始めたのです。ホワイト島を走る、1938ストックは、1939年から、40年にかけて製造された車両です。ということは、製造後、49年経ってから、島の電車として活躍を始めたってこと?そうなりますね。そのまま、30年ぐらい走っていましたから、御年、80歳になります。ついでに言いますと、この電車、ホワイト島に転属してからは、クラス483型、と改版されました。ローカル線の電車に、都市圏で使っていた中古車両を、譲り受けて走らせるケースは、昔から、いろんな国で、行われていますよね。ホワイト島も同様です。ところが、この島の路線は、途中に、断面が狭いトンネルがあります。ですので、狭いトンネル用に作られ、電光が抑えられている、ロンドン地下鉄の車両が、選ばれたのでした。ただ、中古車両といっても、ロンドン都市圏で使っていた状態のまま、転用しているわけではありません。
ワイト島で使用するにあたって、いくつか改造が施されました。最も大きな違いは、電気系統です。ロンドンの地下鉄は、プラスの電流を、線路の脇から、マイナスの電気を、車体下部中央から、それぞれ専用のレールを使って取り入れていました。それに、車輪が転がる、走行用の線路がありますので、軌道には、合計4本のレールが付設されているのです。けれども、ワイト島の線路は、通常の第3基準方式、マイナスの電流は、車輪と同じ線路に流す仕組みです。そのため、目立たないところながら、電気の取り込む方法が、少し変更されました。それと、時には波しぶきもかかる、海の上を走りますから、車体の床下を中心に、錆や、塩害対策も追加されています。1938ストック改め、クラス483型は、ワイト島に転属する際、傷んでいた、座席の生地を張り替えるなど、リフレッシュ工事が行われたそうですが、客室の構造自体は、製造時のまま、クロスシートとロングシートが混在する座席や、木が多用されるノスタルジックな内装は、ほぼロンドン地下鉄時代と同じなんだそうです。前面向かって左側に集中配置されているライトは、前を照らす機能よりも、列車の存在を知らせる役割を果たしています。足回りも、基本的に手が加えられていないため、乗ってみると、だいぶ揺れが激しいです。古く、どこか懐かしい、小さな電車が、お客さんを、上下左右に、激しく揺さぶりつつ、島の南北を往復しています。しかし、もともと古い車両だった上に、2010年頃から、電気系統の老朽化が急速に進み、日常の維持が、年を追うごとに困難になっていきました。一応、1989年に、譲渡された時、本来の運行で使う車両数に加えて、部品供出用に、一両余分に、車両を譲り受けていました。けれども、予備部品は、一両分だけでは足りません。苦肉の策として、少しずつ編成を引退させ、退役車両から部品を融通してもらう、共食い整備をして、なんとか食い繋いできました。ところが、2019年、そんな状況にも、限界が訪れます。当時、5本板可動編成の、ほとんどが故障してしまい、1編成しか運転できなくなってしまったのです。残る1本も、いつ故障してしまうかわからない状態でしたので、運転頻度を大きく落とし、様子を見ながら、だましだまし走らせていました。幸い、島の交通機関には、バスもありますので、代行輸送ができましたが、鉄道の輸送力には及びません。この状況に、島の政府は、クラス483型を、新しい車両へ置き換えることを決断。30年間、ワイト島を支えてきた電車は、全車両が、引退することになりました。古いながらも、愛嬌のある、赤い電車たちは、2021年の1月に、新車両と交代し、すべての役割を終えたのです。まあ、新しい車両も、ロンドン地下鉄の中古で、御年50歳なんですけどね。退役した電車たちは、ついの住処になった、ワイト島で、カフェになった者もいれば、有志で構成される、保存団体に、引き取られたりしています。そういえば、ワイト島にも、蒸気機関車が走る、保存鉄道があるんですよ。最後に、ここを簡単に紹介して、終わりにすることにしましょう。ワイト島には、全長9キロの路線を持つ、蒸気鉄道が走っています。先ほどの電車は、1年を通して運転され、イギリス本土の鉄道会社が運営を手掛ける、正規の交通機関でした。一方こちらは、ボランティアが運営する、保存鉄道です。移動の手段というよりも、昔懐かしの、蒸気機関車に乗ること自体を、主な目的にした鉄道なんです。ワイト島蒸気鉄道は、始発駅が、電車の路線と接続していますから、フェリーが発着する港からでも、簡単に訪れることが可能です。保存鉄道は、鉄道好きの、ボランティアが集って、列車を動かしている団体です。なので、駅員さんも、機関士さんも、鉄道に理解のある人ばかり。通常の鉄道会社では、なかなか見られないところまで、心よく見学させてもらえます。ワイト島蒸気鉄道の職員さんも、サービス精神旺盛で、楽しいひとときでした。ここは、蒸気鉄道の名前の通り、車両は、ほとんどが蒸気機関車です。
その中にも、少数ながら、ディーゼル機関車も在籍し、校内の車両移動を担当したり、時には客車も引っ張ります。2021年に引退した、クラス483型電車も、1編成が、ここ、ワイト東上機鉄道に、引き取られました。しかしこの路線には、車両に、走行用の電気を供給する設備がありません。なので当然私は、車庫に併設される博物館に、動かない展示として、置いておくものと思っていました。けれども、ここはイギリス。奴らの変態ぶりを甘く見てはいけません。あろうことか、電車に、バッテリーを組み込む改造を施して、これからも走らせながら、保存する計画なんだそうです。保存鉄道の車両は、意地でも走らせようとする、イギリス人の執念を、垣間見た気がしました。さて、イギリスといえば、他の国ではとっくに変わってしまった、制度、システムを、未だに使い続けていることがあります。伝統と歴史を重んじる、イギリスのイメージそのものなんですが、時々、思い出したかのように、大きく変化することがあるんです。こういう場合、大体変な方向に、なんですけどね。2010年代末。この時も、一つの時代の象徴が、終わろうとしていました。次回は、そんな変革を、追ってみたいと思います。それでは、蒸気、電気、ディーゼル、それぞれ違う動力で動く乗り物が、狭い土地に共存する、自然豊かな島から、一度お別れといたしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。すごい。りっちゃんじゃなくて、3号、見入ってないで解説しなさい。金ちゃん、今さらっと、この子が PD だってばらさなかった？